田部敦史と佐々木千秋のファントレタイム。皆様こんばんは。マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。皆さんこんばんは。女優の佐々木千秋です。この番組ファントレタイムはファン、つまり楽しいこと、トレード、みんなで交換したり共有していこうよというコンセプトの番組です。はい、なかなか普段のコンサルティングとは違ってですね、こういったマイクの前でお話をさせていただくのは、嬉しさも感じながらまだまだ緊張感がありますので慣れてないところもあります。ぜひですね、今回も頑張っていきたいと思いますので楽しんでお聞きいただければと思います。はい、さてこの番組のメインパーソナリティ矢田部敦史さんは動画集客コンサルティング事業の第一人者として注目を集めていらっしゃいます。そんな矢田部さんが確立された矢田部メソッドの一端をトレンド研究、独自の流行ムーブメント理論、マーケティングの商法などについて分かりやすく解説していただく番組です。そして矢田部敦史さんと一緒にこのファントレタイム進行させていただいておりますのは私佐々木千秋と申します。はい、マーケティング初心者代表として皆さんと一緒に勉強していければと考えておりますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまず矢田部敦史さんの略歴をご紹介させていただきます。よろしくお願いします。矢田部さんは栃木県のご出身で2011年東京大学大学院理学系研究科をご卒業後大手外資系メーカーに就職され海外の輸出入分野に携わられました。その後2013年にファントレ株式会社を創立、海外のウェブマーケティングやソーシャルメディアを研究し有料顧客が自然と集まるウェブ戦略の仕組み化コンサルティングを開発、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論でこれまで多業種にわたり約300社以上のウェブマーケティングのコンサルティングに携わっていらっしゃいます。また現在はコンサルティング以外に美容院、保育園経営なども手掛けられて、その若さとアグレッシブな経営手腕で注目を集めている社長のお一人です。ありがとうございます。そして少しは定着してきたかなとスタッフ間では勝手に盛り上がっております。実はですね、矢田部さんなかなかのイケメンであると同時にですねお忙しい中お二人のお嬢さんの保育園の通園は欠かさない、実はイクメンでもいらっしゃいます。はい、定着しているかはどうかは別の話としてですね、はい、オンリーワンの IT イクメン社長の名に負けないように、仕事にそして子育てにも頑張っていきたいと思います。そして私佐々木千秋は日頃はドラマや映画を中心に出演させていただいております。現在は佐藤製薬様、リゾン様ほか CM をはじめここ市川うらら FM で言霊アラカルト、愛され召し上がれ、そしてこのファントレタイムでレギュラーパーソナリティも務めさせていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回最初のコーナーは今月のイクメンリポートのコーナー。このコーナーは先ほどご紹介させていただいた通り IT 企業の社長でいらっしゃる矢田部さんが世の IT 社長の皆さんとは少し違ってご結婚をされておられ子供さんもお二人、その上きちんとお二人のお嬢さんの保育園の通園など子育てもきちんとこなされるいわゆるイクメンとしても頑張っていらっしゃる姿をリポートしていこうと考えられたコーナーとなっております。ありがとうございます。はい、今回からですね少しの間子供さんがお生まれになられた当初のまだイクメンのレベルに達する前段階としての言うなれば初めてのパパさん奮闘期的なねお話をその当時のことを思い出しながら少しお話しいただければと思います。はい、ありがとうございます。私もですね、はい、イクメンと妻と協力し合いながらですね、はい、子育ての方も奮闘しております。今思うとですね、はい、初めて、はい、子供が生まれる時、はい、なるべく僕も立ち会いたいと思いまして、まあ、仕事本当に詰まってたんですけどもう仕事をこうキャンセルして、はい、生まれるぞって時に病院に駆けつけてですね、そこで一緒にこう、まあ、陣痛から生まれるところまでですね実は一緒にいました。はい、そうなんですか。はい、これはですね、はい、陣痛は痛いということは、まあ、もちろんね、知って聞いていたんですけど、はい、本当に痛そうで、いやなかなかのこう激痛でしかも1日ぐらい実は、かかったんですね。はい、でまああそこテニスボールで押してくれとかなんかね、ここさすってくれとか、やりながらですね、はい、なんとかこうちょっと頭を出してはなかなか出てこなかったりしてですね、あ、なるほど、これはなかなかのリアルな本当に命が生まれてくるってすごいんだなということをですね体験しました。
じゃあもう矢田部さんが実際にこうね、テニスボールで背中をこうして上げたりとかして、ね、まあまあ時間もやっぱりかかるでしょうから、はい、生まれた瞬間ってやっぱり感動じゃなかったですか。これはですね、はい、本当にまあ本当にですね、はい、言葉で伝えきれないぐらいのものがあったんですが、やっぱり自分一人で生きてきた時からですね、はい、あこの子を守っていけるのは自分しかいないんじゃないかなと。やっぱりこう子供にとって親がですね、はい、最初の大切な存在になると思うので、うん、あこれちゃんと守っていけるようにならなくちゃいけないなと、はい、そう思いましたね、心から。その瞬間に思ったんですね、はい、うん、じゃあまあこのまあ、こう男性としてね、今までは一人の男性としてね、うん、過ごしてたと思うんですけど、はい、初めてこう父親になるという、ね、そうですね、自覚が生まれてくると思うんですが、はい、その芽生えっていうのはまあどのタイミングで自分では お考えですか。実はですね、はい、まあ、父親だなという感覚はあったんですけど、なかなかですね、はい、その本当の意味での父親ってなってきたのは、やはり娘と時間を過ごすようになってからなんですね。あ、そうなんですね。なので、まあ、生まれてばっかりの時というよりは、はい、だんだんこう一緒にいて、うん、まあ、ご飯食べられるようになったり、言葉しゃべるようになったりしてですね、はい、抱っこしたり、そういう時間過ごすようになったら初めてこうパパ、うん、父親だなっていうことを感じていたので、この頃はですね、今思うとまだまだ甘かったと。あ、なるほど。甘かったな。甘かったですか。いや、妻にも言われてましたけど。あ、そうなんですね。まあ、父親じゃないと。もっとしっかりしてよと。もっともうね、父親じゃないっていうことはですね、言われたりしたりする時もありましたね。そうなんですね。はい、これは後から分かってきたんですけどね。まあ、実際にそのリアルにね、子供さんとこう初めて対面して、はい、まあ、抱っこした時の思いとかって何かありますか。まあ、そのね、芽生えたというのがいわゆるこう喋、ね、れるようになってからっていうのはおっしゃってましたけど、はい、その時に、まあ、思ったのがやっぱりこう守っていこう、守っていこうと思ってですね、大きいですか。はい、あ、でそこからですね、やっぱりこう今度寝かしつけっていうのが、あ、まあ、皆さんあると思うんですけど、はい、最初の試練でありまして、はい、これが難しいんですね。そうなんですか。本当に難しくて、はい、10分15分こう抱っこしてやっと寝て、うん、そーっと置くんですね、はい、だけど下手くそだと起きるんですよ、またこれが。でなかなか10分10分かけてやって起きて、はいはい、またやって起きてみたいな。でそれを見て、妻がですね、はい、こうやってやるんだと上手に置くわけですね、はい、これがですね、やっぱり練習でしたね、試練でした。本当に自分も寝てない中でやってやって、まあそういう時に妻を見てるとやっぱりすごいなと思ってですね、はい、あとそこからまあやっぱりおむつを変えたりですね、お風呂に入れたり、これは割と僕得意な方だったんですけど、うん、あ、そうなんですね、はい、やっぱりですね、こういろいろやっていくうちに一つ思ったことは、はい、親への感謝っていうのが本当にここで出てきまして、あ、こんな大変なことしてたのというね。あ、なるほど、そうですよね、信じられないと 思いまして、やっぱりね、勉強が大変、仕事が大変ってその当時から思ってたんですけど、もうこの子育ての大変さに比べれば、はい、もう全然大丈夫みたいなね。なるほど、そうですよね。こうね、矢田部さんは実際に上京されて、はい、一人暮らしも経験されて、うんうんうん、ね、ご結婚されてってだと思うんですけど、まあ最初の段階、上京した段階でこう結構親の大変さまだ知るじゃないですか。はい、そうですね、その時にね、はい、本当感謝しますよね。でこう、まあ、子育てをする上でまたやっぱり親の凄さを、ね、あ、これは本当思いました ね、 ね、本当にそういう意味では初めて、まあ初めてじゃないですけど、ここまで感謝を感じたのは、この時がまず1回目かなと。あ、なるほど。いやー、すごくね、私自身はまだ結婚していないので、はい、すごく、あ、そういう気持ちになれるんだとか、うん、っていうのがすごくね、今日聞いていて分かった気がしました。ありがとうございます。はい、以上、今月のイクメンリポートのコーナーでした。はい、続いてのコーナーは音楽玉手箱。このコーナーは同世代の私と矢田部さんが自分たちの青春というか、熱く今でも強く刻まれている楽曲について我々の独断と偏見でちょっと語ってみようというコーナーです。今回は矢田部さんに玉手箱のもと、アンジェラ・アキさんの手紙、背景15の君へという楽曲をお持ちいただきました。はい、
はい、これはオンジュラアキさん、ちょうど僕らは僕が大学の頃、まあ、10年前ぐらいですね、はい、はい、の楽曲かと思うんですけど、やっぱりですね、常にこう、まあ、15の時もそうだし、20になってもそうだし、はい、25になっても今になっても、はい、やっぱりね、壁というものが存在しまして、ありますね、常に成長していると目の前に壁が出てきて、それをちょっとずつこう乗り越えていくと、はい、そんな時にですね、僕も本当に今でも思うんですけど、はい、やっぱり今ここまで頑張ってこれて、今これがあるのは、まあ、5年前10年前、15の時の僕がね、まあ、その時壁をですね、一生懸命泣きながら越えてきてくれたからだなと思いまして、はい、そう考えると、まあ、自分自身の過去のね、自分のにですね、はい、まあ、感謝するというか、よく頑張ってくれたなっていう思いを持つことがあるので、はい、すごくこの、あの手紙、この歌がですね、すごく響くんですね。なるほど、まあね、2008年ぐらいです、ちょうど50年前ですもんね、はい、まあ、与田部さんは実際そのね、大変な時期壁を乗り越えてたと今ねおっしゃってましたけど、はい、私もちょうどね、まだプロの女優になる前でですね、もう本当にもがき苦しんでましたね、はい、このままどうなっちゃうんだろうという、もう不安な思いでいっぱいでしたからね、この時期というのは。この時期ですね、はい、ちょうどこちらにいらっしゃった時期、そうですね、上京してきてどうしようという時期だったので、うん、すごくこの手紙という曲に関してはよくテレビなんかでね、よくやってたので聞いていましたけれども、うん、はい、改めて今こう歌詞に注目してみると、うん、すごく応援してくれる音楽だったんだなというふうに、ね、はい、今になってようやく思えるようになりました。思えるようになりますよね、はい、僕、佐々木さんもきっと覚えてると思うんですけど、はい、まあ、今負けないで、うん、泣かないで消えてしまいそうな時は、うん、自分の声を信じて歩けばいいのと、はい、これはいい言葉ですね。いい言葉ですよ、ね、誰の言葉信じたらいいかね、分かんなくなっちゃうんですよね。分かんない時期がありましたねちょうどそういう意味では僕も上京して、はい、こっちに来ていろいろなことを経験している時期だったので、その当時ね、はい、情報がいっぱいあったり、そうなんですよ、いろんな人にいろんなこと言われてね、はい、本当にこのまま歩いて行っていいのかと思った時にこれをね、はい、聞いて、いや、自分を信じていこうと思ってましたね、はい、懐かしい。なるほど、いや、本当にね、私たちのよくすごく頑張ってた時期ですね、今考えれば、うん、はい、頑張っていた時期ということで、ね、今回ご紹介いただきました、はい、改めまして、今お聞きの番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千明でお送りしております。続いてのコーナーはマーケティングラジオ講座のコーナー。このコーナーはこの番組をお聞きの皆様にショートショートセミナーという形で、マーケティングの基礎的知識や発想、我々の日常生活から感じ取れるマーケティングについて、矢田部さんにワンポイントアドバイスをしていただきます。では矢田部さん、早速お願いいたします。はい、はい、前回はですね、はい、ターゲットを決めましょう、しっかりターゲットを明確にしましょうという話をさせていただきました、はい、まあ、ターゲットを、これは前回の復習にもなりますが、はい、ターゲットを明確にすることによってですね、どういったメッセージを、どういう内容で伝えていけば自社のサービスや、はい、商品に興味を持ってくれるか、もしくはファンを作ることができるのかという話をですね、はい、させていただきました。はい、はい、ね、実際ね、興味こうある方とかは、はい、はい、そうですね、やっぱりですね、興味のある方にですね、どういうふうに伝えていくかというところをの部分までお話をしたんですが、はい、今日は具体的に、ターゲットが、はい、じゃあどうやってターゲットにですね、まあ、伝えていくのが一番効率的か、はい、もしくは一番効果的にできるのかということをですね、お伝えしたいと思っております。はい、実はですね、はい、ターゲットが明確になったら、ターゲットを見ているターゲットが見ているメディア、はい、うん、SNS とかですね、はい、もちろんテレビやラジオなどのマスメディア、いろんなメディアがありますが、ターゲットが明確になることで、どのメディアに出せば一番見てもらえるかなということがですね、はい、分かってくると。え、そうなんですか。はい、それが分かりさえすれば、やはり効率的に効果的に、発信ができるということになります。はい、はい、例えば私たちの会社ではですね、特にいろんなメディアの中でも SNS のメディアですね、はい、はい、
Facebook であるとか Twitter、YouTube、そういったメディアが得意と言われてますので、はい、今日はですね SNS でどういったメディアがどういった特徴があるのかということをお話をしたいと思います。あ、知りたいですね。はい、はい、まずですね、SNS で、まあ主流なメディアと言われますと、はい、Facebook。 あ、そうですね、はい、うん、Facebook はですね、今30代から50代の男女の方々が使われていると、はい、まあ主流で使われていると言われています。うん、まあ、人気のメディアですね。その方々に人気のメディアと言われています。はい、で特徴としましては、はい、例えば僕みたいに経営をしている人とかですね、まあ、社長さん、起業したい方とか、あとはあの結構外資系で、はい、まあ、海外とのやり取りをしている方々、あ、外資系のサラリーマンとかですね、はい、海外で活躍されている方、はい、そういった方々が、多い、多く思われているメディアになりますので、はい、例えばそういった方々をターゲットに商品を作りたい場合は Facebook を使うといいのではないかと。あ、なるほど、はい、こういった風にですね言っていきますと、はい、次はインスタグラム。インスタグラム、はい、インスタグラムはですね20代から40代の女性ですね、はい、特にある人気のあるメディアで、うん、ものすごく今ユーザー数が増えている、ね、そうですね、はい、人気ですね。インスタグラムよく聞くようになりましたね。はい、で今はですねあの男性もどんどんユーザー数が増えていると言われておりまして、まあ、20代から40代中心に、男女の方々に、何か見てもらえるメディアとなっておりまして、はい、特に、旅行関係ですね。あ、旅行関係とかお料理、はい、うん、料理関係の、まあ、人気の方々が多いのでそういったものに興味のある方がですね、はい、見ている。あと美容健康、まあ、例えば美容室のヘアスタイルとかですね、はい、ネイルとか、そういったものがですね人気なので、はい、まあ、そういったものが好きな方に届けたい場合はインスタグラムおすすめです。うん、あ、なるほど、そうなんですね。はい、うん、ツイッターはですね、はい、10代を中心に10代から20代、うん、の方々がに人気のメディアになっておりますので、そういったところに訴求したい場合はツイッターもおすすめです。あ、なるほど、はい、YouTube は幅広い、はい、年代の方ですね、それこそお子様から、60代もしかしたら70代の方々も YouTube っていうのも幅広く見まして、はい、SNS メディアの中では一番ユーザー数の多いと言われているメディアになります。そうなんですね。 YouTube ってそんなに結構幅広い年代の方がやっぱりご覧になられてるんですね。はい、幅広い年代の方が見てまして、例えば、あの私の娘なんかも必死に見てますので。まあそうですよね。はい、 YouTube はですね、いろんな方々に幅広く知っていただきたいという場合は、もちろん動画というですね、はい、あの商品とか分かりやすく伝えられるものでもありますので、そういった時に使いやすいメディアなのかなと思います。で最後にですね、はい、あのまあ、ブログっていうものがいろいろあるんですが、ブログの中でも人気、いろんな方に人気なのがアメブロ。あ、はい、これは聞いたことある方も多いかもしれませんが、はい、アメブロはですね、20代から40代の主婦層を中心に人気になっているメディアになります。そうなんですね。はい、ママタレントさんとかですね。あ、確かに。が、子育てブログなんかも書いていて、うちの妻なんかも一生懸命見てます。なのでこういったですね主婦層の方々を中心に、はい、知っていただきたい場合はアメブロなんかはとてもおすすめです。なるほど、はい、私も本当に全く知らなかったことばかりなんですけれども、はい、本当にそのなんて言ったらいいんでしょう、メディアどこに、ね、発信したいかによって、うん、こんなにあの、まあ、利用者層とか人気のある層っていうのが変わってくるということなんですよね。そうなんです、変わってくるんですね。そうなんですね。はい、あと例えばですね、はい、今まではメールマガジン、これは一番ですね、はい、長く効果的に使われてきたメールマガジンで、自己紹介をしていくっていう手法があったんですが、はい、最近は LINE アット、LINE で、情報を配信していくような、はい、LINE アットみたいなんですね。あ、おそらく見られてる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、もうパッと見てね、はい、で開封率、まあ
開けてもらえるかっていう、まあ、その確率なんですけど、はい、もうメールマガジンに比べて LINE アートものすごく高いんですね、開封率が。そうなんですね、はい、これは皆さんのねお持ちの LINE に、はい、まあ、企業が配信していくシステムを LINE アートと呼んでおります。はい、これもですね、はい、おすすめでして、本当にこうメディア SNS のメディアの特徴を理解することで、まあ、闇雲にいろんなところにこう情報を出していくのではなくてですね、狙い撃ってターゲットが決まってますので、狙い撃ってその人に見てもらおうということで、一つまたは二つのメディアに集中して時間かけていくと。そうなんですね。まあ、前回そのターゲットを明確にするというところありましたよね、はい、うん、まあ、そのターゲットを明確にする前にこうターゲットをね、メディアもターゲットをこう絞っていきながらどうやって伝えていくかっていうところが、うんうん、この、まあ、今矢田部さんがお話しいただいた、はい、何歳から何歳くらいの主婦層とか、はい、っていうお話になってくるということですもんね。はい、佐々木さんさすが。いやーすごいですね、うん、私実際 SNS もやってますけれども、うんうん、扱い方実際どういう人に発信したいのかっていうのが分かってなかったというふうに今回すごく感じましたね。あ、そうですよね、はい、普通に楽しむところも、うん、でもあるのでね、そうですね、 SNS メディアすごく楽しむところ、はい、でその楽しんでいる人たちに、届けやすい場所という意味では、うん、企業側もしくは商品サービスを持っている側は、はい、マーケティングの一つのツールに使っていただけると。そうですね、ちょっと効果的に使っていきたいなと私自身も思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。このコーナーをお聞きいただきまして、矢田部さんがおっしゃるマーケティングのファン楽しさの一端でも分かればいいかなと思っております。そしてですね、前回放送、ターゲットを、まあ、明確にするというところに関しまして、うん、ご興味ある方はですね、ぜひ再編集映像配信版でファントレタイムと検索していただくとご覧になっていただけると思うので、はい、そちらも合わせてはいご覧になってみてください。はい、はい、以上マーケティングラジオ講座のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングになってまいりました。このファントレタイムは毎月第2、第4水曜日、夕方5時30分からお送りいたしております。ぜひ皆さん、次回もお聞きいただきますようお願いしております。はい、矢田部さん、今回いかがでしたか？はい、だんだんとですね、はい、こうマイクに向かってお話をするということが、まあ、慣れてきたせいもあるか、はい、すごく楽しさを感じるようになっております。うん、もちろんですね、はい、とてもね、まあ、楽しいものではあるんですけど、やっぱ緊張感のが今までは上回ってしまっていて、はい、もう皆様にもお聞き苦しい部分もあったかと思うんですが、一つ僕も成長しているなと、喋れることができてきたなということで、はい、本当に最近は楽しくやらさせていただいておりますので、はい、ぜひこれからもですね、一緒に楽しさファンを感じていただけて、それで聞いていただけると嬉しいなと思います。はい、それではですね、ファントレタイムまたお耳にかかりましょう。はい、皆様のお相手は矢田部敦史と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。